紅外寺は、最遊記に登場する新戦で、牛魔王と羅刹女の実子である。第40回から第43回に登場。最遊記中の漢詞においては、英寺と呼ばれ、中国においては、子供の姿とされている。作中では、聖英大王とも名乗っていた。最遊記では後に、完全恩母薩の弟子となり、全在同時となったとされる。その後、通天が、 滅法国のエピソードにも登場。六百里高根統合山という山の枯れ、松刊火運動の主。一条八尺もある火炎槍の使い手。火炎山で三百年修行し、三枚まびをい得した。これは呪いを唱え目、鼻、口から水では消えない火や煙を出すすべである。三蔵たちと木に吊るされているくれない。 外事からストリ国を出発した三蔵一行を見つけた紅外事は木に自らを吊るし彼らに助けを呼び自分は俗に一家を襲われここに置き去りにされたと泣きながら訴える一目で妖怪だと見抜いた孫悟空は無視して通り過ぎようというが妖術を見抜けぬ三蔵は一緒に連れて行くよう命じる悟空は隙を見て妖怪を殺そうとするが 剪定を取った紅外人は三蔵をさらい、飛び去ってしまった。土地神たちから妖怪の正体を聞いた悟空は、相手が自分の義理のいなら話は、早いと諸八戒と共にカウンドに向かう。だが、そんな事情にも聞く耳を持たない紅外人は、五行をなぞらえた五代の貨車を率いて現れ、三枚今火で二人を追い払ってしまう。火なら水に弱いだろうと、 悟空は竜王たちに頼み天から水を降らせるが、全く効果はなく、そればかりか火から逃げて、水に飛び込んだところ急激な温度差で、過死状態となってしまう。八海のあ魔前方で息を吹き返した彼は、今度は、牛魔王に化けて堂々と乗り込みに行くが、怪しんだくれない外事の質問責めに遭い彼の青年月日を答えることができずに、再び逃げ帰る羽目になった。 悟空が完全音菩薩に力を借りに行くと、わざと負けて自分のところにおびき寄せるように言われる。またしても戦いを挑まれた紅外耳は、逃げる悟空を追って札楽山まで来るが、観音まで逃げ去ってしまったので、得意になって目の前にある連来に戯れに座った。すると連帯は刀で作られた台に変わり、その歯は紅外耳の両桃に食い込んだ。 これはあらかじめ観音が36の天が棚を使って作った罠であった。全く身動きできなくなった。彼は頭、両手、両足に金庫をはめられ、取り押さえられ、ついには改心主物門に入った。だが、このことは後に、牛魔王との争いに発展する。原曲の雑劇、草劇、妖経験、最有気、第3本第12両領2派キでは、紅れな外事とは、 岸も神の子であるマナヤツジの別名である。大田達夫の最有機の研究では、蒸気のことや、小尺真空砲還での最有機のエピソードが、未陽性は機械地未成群羅説女鉄センス、効果感ロルサが紅外事治癒婦人となっている。等から、紅外事の母は、小尺真空砲還、僕通受限界に見られる元本最有機では、治癒婦人でありうしまおうと、 打節女のの子ではないとの説を唱えた。日本における最有機の翻訳、最有機を原作とした作品においては、割愛される場合が多く、そのため日本での知名度は低い。日本において最有機を原作とした作品で、登場する際は、原作の設定は無視されている場合が多い。また、原作と同じ、牛し王と、脱雪女の子という設定の作品でも、 以下のように他の設定が大きく変えられている。ありがとうございます。